皆さんこんにちは、Bレジェンドソミラです。本日は情熱のパッションフルーツ風味ですね。この名前を聞いただけで酸っぱそうですよね。こちらのレビューをやっていきたいと思います。数多くのね、こうフレーバーが展開されてるんですけども、その中でもかなりね、酸味の強い部類に入るのが情熱のパッションフルーツ風味になります。甘ったるいプロテインに飽きた時とかはね、さっぱりとしたプロテインがね、飲みたいっていう時にね、本当にね、最適なフレーバーになっております。それではね、早速飲んでレビューをしていこうと思います。Bレジェンドプロテインではこちらのね、お試しパックというサイズが販売されております。こちらね、1袋198円になるんですけれども、まあ、いきなりね、1キロ買って味がね、ちょっと心配だなっていう方も中にはおられるかと思いますんで、こちらのね、お試しパックで一度ね、味を試していただいて、ご購入の検討にね、ぜひ一度試していただければと思います。旅行とかね、外出する時とか、お試しパックを持っていかれてるお客様がおられるみたいです。一食使いでもいいと思いますし、持ち運び用として使ってもらうっていうのもいいと思います。ぜひお試しください。お試しパックにつきましては13種類フレーバーも展開してるんで、13種類で2380円ですね。セット販売もしてますんでね、他のフレーバーも気になるっていう方はぜひご検討いただければと思います。こちらのね、1キロパック購入していただくとね、こちらのね、赤い袋に入ったスプーンが付属されてきます。こちらのね、スプーンをね、使っていただいて、パウダーすり切っていただくと、大体の 30g 計量できる設計になっております。で、そちらをね、水に溶いてシェイクしていただいて飲むと、タンパク質がね、20g 取れる設計になっておりますんで、ぜひ、ね、使っていただければと思います。で、お水なんですけれども、大体ね、150ml から 300ml で飲んでくださいっていう形になるんですけども、味がね、濃いのが好みだっていう方は、まあ、水を減らしてもらったらいいと思いますし、濃いのがね、苦手だっていう方は、水の量を増やして飲んであげればいいと思います。ご自身のね、味の好みでお水の量は調整してあげてください。で、本日はお試しパックを入れてね、飲んでいきたいと思います。こちらのね、お試しパックには切り取り線がついておりますんで、手で、ね、切れる設定になっております。よいしょ。はい、パウダーはご覧いただけますか。こんな感じですね。もう香りはね、ほんとトロピカルで、ちょっと酸っぱそうな香りがしますね。非常に美味しそうですね。パウダー入れていきます。よいしょ。で、こちらのね、シェーカーの蓋をはめて、一度逆に回してあげます。するとカチッって言いますんで、そこからしっかり締めてあげると、漏れる心配はありません。しっかり溶けてますね。泡立ちもね、ダマももうほとんど見られません。水にね、溶かすとトロピカルなね、感じがより際立って、パッションフルーツ、酸っぱい匂いがしてます。もう非常にでも美味しそうですね。それでは、いただきたいと思います。いただきます。うん、酸っぱうまい。美味しいですね。数あるね、Bレジェンドのフレーバーの中でも、最もプロテインっぽくないフレーバーなんじゃないかと思っております。酸味が効いてて、ミルク感がね、ほとんど僕は感じないんですよね。非常にね、さっぱり飲めるフレーバーです。うまいです。どんなフレーバーに近いのかって言われると非常にね、難しいんですけど、パイナップルであったり、パパイヤ、マンゴスチンとか、結構南国のね、フルーツ、トロピカルフルーツですよね。酸味がしっかり効いてて、程よい甘みがある。そのようなね、感じのね、フレーバーだと思っていただければ、イメージしやすいのかなと思います。本当ホエー感をね、感じにくいフレーバーだと思いますんで、ホエープロテインのね、牛乳感とかホエー感がね、苦手だなっていう方にさっぱりして飲みやすいんでね、ぜひ一度お試しいただければと思います。情熱のパッションフルーツ風味を星5段階で評価していきたいと思います。甘みは3とさせていただきます。しっかりとして酸味の後に程よい甘みを感じることができましたんで、星3です。酸味につきましてはもう星5とさせていただきます。南国のね、果物の特有のね、爽やかな酸味、しっかりね、再現できてたと思います。酸味は星5とさせていただきます。スッキリに関しましても星4つとさせていただきます。飲んだ後爽快でジュースを飲んだようなね、感じだと思いましたんで、星4とさせていただきます。クリーミーに関しまして星は0です。数ある商品の中でもね、プロテイン感が少ない商品の一つかと思います。ミルク感、ホエー感はもうほとんど感じることがなかったので、星0です。甘み3、酸味が5、すっきりが4、クリーミーが0となります。フレーバー選びの参考にお役立ていただければと思います。情熱のパッションフルーツ風味の栄養成分表示です。
1食 30g あたりエネルギー 117.3kcal、 タンパク質が 20.4g、 脂質が 1.4g、 炭水化物 5.9g、 食塩相当量 0.1g、 ビタミン C 39.3mg、 ビタミン B6 が 0.8mg となります。普段はね、結構甘い系をね飲んでるってお客様がおられればね、たまにはねちょっと違うフレーバーもね飲みたくなる時があると思います。そういった際に B レジェンドがね得意としている酸味系フレーバーの中でも最もね酸味が効いたフレーバー、ぜひお試しください。動画のね概要欄の方に商品ページに飛ぶ URL 貼り付けておきます。ぜひねそちらの方から飛んでご購入いただければと思います。それではね次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。さっぱりして美味しいよ。